バーピエロのグダグダ女子トーク、トリックはトリークこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おい、あれ、まだ来た、来た、始まった、始まったハッピーハロウィーン。ハロウィーン、まだ早いけどまだ早いけど来たとか、グダグダ始まります。グダグダ始まりました。すごい後ろ、かわいいね。え、めっちゃこれかわいいですね。うん、うん、嬉しい。魔界仕様いいっすね、妖怪みたい妖怪だよトリックアトリート。あ、ね、これね、忘れた、これ昨日作った。すごい、作ったとか掘った掘った作ったとかさ、ちょっとすごいんだけど、ね、でもこれあれですよね、忘れちゃったんだよね、中身、中身のあのキャンドルをね、よいしょ、あれちょっと傾いちゃいます。これの上に乗せる。あ、いいっすね。そうしましょう。傾きますね。よし。かわいい。超気に入った。こっち気に入った。かわいい。いや、準備なんとかできましたね。うん。今日準備に時間かかりましたね。うん、これ一回いいっすか。いいよ。よし。よし。あ、これでない。うん。オッケー。うん、何トークするのって、グダグダトークっすよね。うん、まあ、何もね、ネタは決まってないです。毎回ね、毎回ね。でちょっと前回の放送の流れでハロウィンコスっていうのは決まってたんですよね。うんうんうん、次回何やるかっていうのを最後に決めて、そうそうそう、やるんですよね。で結局ハロウィンコスはしたものの、うん、トーク内容は全く決めてないって。大変じゃなかったでもさ、めっちゃバタ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 。今日やばかったですね。やばかったっすよね。さっきこの格好で2人で歌舞伎町ど真ん中歩いてきました。プリクラ撮ってきた。ね、うん。プリクラしてきて、もうでも私あっという間に見バレしてましたね。あ、早かったですね。うん、プリクラ。髪の毛ピンクのって言われてましたよ。そう。ツイッターフォローしてます。面白かった。プリクラ。よし。さて今日何話しましょうね。どうします。そう、まず衣装の説明からいきたいと思います。あ、ぜひ。これはリン様コーディネートです。魔界仕様。じゃあちょっとスタンダップを、ちょっとハードめで攻めてみました。トゲブラです。これすごいですよ。すごいでしょ。完全におさわり禁止パターンの、もう触れないっていう痛いっすよ。でもね、あいちゃんちょっと私よりもだいぶ乳がでかいんで、ちょっとここちょっとね、そうだよね。ちょっときついですね。なんとかでも入った、よかった。よかった。かわいい、かわいい。セクシー女優なのってきてます。私は元、そうです。元。もうやめてます。じゃあ、おへって。何のこれ？何もね。考えてない。しかもなんか今日このままバーでパーティー。あ、そう。ハロウィンイベントやるんですよ、うん、どうします。後で時間なくなっちゃうんで 先に言っときますよ。そうね。あの、一応今日ハロウィンイベントってことで、うん、来てくれた方にとりあえずサービス、うん、何をサービス。こういうのとか。こういうのとか。中目お菓子ね。まあ、もちろんそれ以外にも、うん、なんだろうね、あの、料金的にもちょっとお安く、うん、ちょっとだけなります。あとこれと遊べます。遊べます。これ付き合い撮影自由なんで。そうね、これすごいね。でもなんかちょっと、でも口と目がつながっちゃってない。そうなんですよね、ちょっと切れちゃって。失敗した。はい、完全に失敗しました。よくでもできたね。いや、びっくりしました私も。どうやって、ほじくり出したのはやってくれてて、もともとここをナイフでこう目をすごいんですけど。中身食ったんすか。あ、中身をなんか
そのかぼちゃスープにしてきてくれて、おお、でパンつけて食べました。めっちゃ美味しかったです。できるやつがいるもんだ。あいちゃんって呼ぶ方がいいですか？あ、どっちでも好きな方で、うん、そこはお店ですか？あ、今日ね、そうバーですよね。そうバーです。バー、何、そうバーです。バーですよランザンビル、そう歌舞伎町、うん、あいちゃんが店長のお店で、うん、たまに私が週に 2,3 回出現します。そうですね、出現、うん、でも結構いる率高い気がします。違うのよそれがね、はい、あのなんか一回見たらさ、こってりしてるじゃないですか、はい、だからなんかなんて言うんだろう、こう印象があまりにも強いから、うん、そんなにいなくてもやたら存在感というか、あ、残ってるんです、ね、残ってるみたいでウケる1週間に1回とかしかいなくても、うん、なんか毎日いるかのような。あ、でも本当そんな感じします。うん、なんか久々に会った感ないですね。でしょ強烈なんでしょうね。いや面白いな。さて今日何話します？どうしましょうか。何喋る？皆さんなんか話題かなんか何も決めてないからね、本当にグダグダですよ。グダグダですよ、うん、ひどい。まあコスプレはやったんでもう、うん、あ、スコタニエン来ちゃいましたね。スコタニエン誰あ、でもほらM ゲストちょっといけそうな感じに、あ、そうだ、ね、M ゲストなってね、呼べそうな。でも、うん、あれ M っていう M じゃない気がするんですよね。あれは M じゃないんですか？ M じゃないですね、完全になんか面白い人、うひゃひゃ系ですね。面白い人、ただの面白い人、面白い人です。私のあの友達のモテ遊ばれたいやつの方がいいかもしれない。あ、その方が多分面白いです。あれは本物です。あ、その方がもう完全に、うん、面白そう。全然顔出しも OK だと思うんで。兄さんも何者かわからないらしいですよ。兄さんは魔界の人ですよ。うん、魔界から来た兄さんですよ。え？すごいな。1週間に1回でも、うん。今日なんかあんまり面白い話題振ってくれる人いないね。今日いないですね。うん、もう何人ぐらい経験してるのって、何の話かしら。どっち、私かな。もっとギャルだったよねって聞いた。もともと黒ギャルでやってましたね、うん、何人ぐらいでしょうね。何人ぐらいの仕事をいろいろやってたんで分かんないです。仕事含めると、含めるとも分かんないですよ、ね、やばいです ね、 そうですね。結構長くやってたんで5年は多分やってました。え、やることになったきっかけとか。きっかけはでも本当にきっかけもやめたタイミングもどっちも一言で言えばノリです、ね、すげえ軽いや、どう説明するか分かんないですけど、軽いノリですね。ノリ完全なる。やってみようかなみたいな、ちょっとやってみようかなみたいな。すげえ実際一回撮影してみたら、うんうん、あ、面白いじゃんみたいな。いや大変なんですよ、うん、内容がいろいろと。大変だと思いますよ。すごい大変なんですけど、うん、やりがいとか面白みがあって、うん、よしやろうみたいな、続けようみたいな。すっごいノリ。え、結構何でもノリで生きてる人。あ、結構ノリ多いですね。店とかもそれ書いてあるけどさ。あ、流れですか、うん、そうですね、ノリですね。やってみようって。そう、どういう流れ。まあでも元々まあ仲いい人がコーナーやるって言ってたんで、うん、それで誘われて、ちょうど私も職業を変える時期だったんで、お、あ、とかやめて、そうそう、で次何やろうかなって考えてる時にその話来たんで、うんうんうん、あ、じゃあやろうかなっていうノリですね。完全に完全なるノリ。私でもあんまりノリで生きてないからな。本当ですか？分かんない、どうノリかな。エリーさんも結構ノリな気があの酒を好きじゃないですか私。はいはいはい。酒は大体ノリでいきます。それ大事ですね、うん、でも最近ね飲まれるようになっちゃって酒に。それダメですよ。あかんすよね。あ、でも飲まれてる姿何回かですよね、拝見しました。なんか私がさ、なんか酒乱じゃないかっていう噂になってない最近。うん、嘘でしょ。兄さんは多分ちょっと酒乱入ってますね。怖いんだけど。のりたにえん、のりたにえん来たな。のみたにえん
てか今の男子についてどう思いますかってあるんですけど、今の男子って最近の男子ってことかな、よろしくないですよね。でもなんかでもさ、私たち肉食男子嫌いじゃないですか。あーそっか、確かに。なんかいやでも弱々しすぎるのなんかイラってしません？なんか自分で決めれないことか。あーそう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 、うん、うん、ちょっとそれはダメかもですよね、うん、なんかなんだろう、こう子犬系はどうですか。なんか子犬系とかでも、うん、あ、まあまあ、じゃあ全体的に何系でもいいんですけど、うんうん、ゆとり無理ですね。出たえでもだってゆとりでしょ。あ一応私世代はそうなんですけど、うん、でも私全然厳しかったんで、うちの田舎は。ゆとりって猫派？軟弱男子。なんかさ、私思うんだけどさ、軟弱男子私嫌いじゃないんですよ、うん、でもこのなんていうんだ、こう言うこと聞く軟弱男子は好き。あー言うこと聞かない軟弱男子ダメですか、うん、こうしなさい、ああしなさいって言って、うん頑張るみたいな子は好き。あーそういうけどもう犬ですね。あ、そう、犬系男子好き。しつけの届いた犬、ね、そう、しつけをするのが好き、男の子に。自分色に育てる育成ゲーム。私それ嫌いじゃないけど、うん、なんかあからさまにそれはダメなんですよ。ほうほう、ちょっとこっちも裏を、うん、裏っていうか、なんかちょっと遠回しに行きつつ、うん、そうさせていくみたいな、相手が気づかないうちにそうさせていくみたいな。あ、うまくね。そうそう、うまくね、その方がちょっと楽しいですね、うんうん、うまく調教していくのね。で猫系男子って何ですか。猫系男子って猫、猫はあれじゃん、自分が構ってほしい時だけ。あ、もう無理ですね。ね、それ無理です、ね、早い。なんか都合よくない。そう、都合いい男子嫌、うん、ですね。いや私も嫌だ。受ける。子犬系がいいですよ、やっぱ育てていきましょう。セクシーショット系？セクシーショット系、でも私も十分ここギリギリですけど ね歩いててさ、なんか尻丸見えなんじゃないかと思って。さくらじゃないんだねって。どっちでもいいよ、うん、ちょっとね、諸事情によってね、名前をちょっと載せられないんだよね。そう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 、うん、あんまり載せたくないな、大人の理由で。結構ちょっと慣れてるんですけど、何何酒は飲んでも飲まったに飲まない。新しいネコタニエも来ましたね。いや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 、おかしいでしょ。でもね、ほんと酒に飲まれるんで、昨日はね、調整しましたよ。本当ですか。昨日なんかあの歌舞伎町プロレスやつの、あ、そうだ、そう、見てましたね。リングガールで出て、見に来てくれてた友達と打ち上げ行ったんですけど、またね、飲まれタニエになりそうだったんで。いや、なんかタニエ好きですね。バーピエロじゃなくて、バータニエン。バータニエン、バー、タニエン、ピエタニエンでしたピエタニエン。いやピエタニエン、タニエンやばいっすね。あれ、これなんか CM を言うんでしたっけ、ファンに。じゃあ CM どうぞどうぞ。経験者大募集。お前を一生幸せにすることが俺の仕事だと思う。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク、うまそう。イオンインク。したんですよね。だいぶ飲むようになりました。え、どんぐらい飲むの。私さ、でもベロベロになるまでは一緒に飲んだことないよね。あ、ないですね。でもこの前、うん、そのまあ禁酒してたわけじゃなくて、うん、何杯かは飲んでたんですよ、一日に、うんうん、でもまあ言っても2杯とか、うん、
だけど、うん、それでこの前もう完全にリハビリしようと思って、うん、解禁だって思って飲んだら、うん、その日にありえないくらい飲んで、うん、そのまま二日酔いになってリハビリでもなんでもないじゃなかったです。ちょっと急にやりすぎました。え、どんぐらい一人で狂月一本いける？だってあの日みんなでですけど、うん、狂月4本とシャンパンと何人で怖い何人だ。でもちょっと入れ替わり他のお店行ったりもしてたんで、なんかさ何人だろう、そんなにベロベロになってるとかまだ多分お店だからしっかりしてるじゃん。あ、そうですね。でも、うん、私そんな変わらないですよ多分。あ、テンションは上がるんですけど、うん、テンション上がるけど、でもそんななんかあのトイレ壊れた時あったじゃないですか。トイレ壊れた時、ああ、ありましたね。あの時ちょっと酔ってるかなってだいぶ前に思ったけど。あの時酔ってました。なんかテンション高いなとはあ、でもテンション上がります本当に、うん、楽しくなっちゃって。ほらちょっとあの某蕎麦屋にトイレを借りに行ったら、うん、あれはムカつきましたね。男子は貸してくれるのに女は貸さないみたいな。そうだってちょっとめっちゃキレながらとろろを食ってたイメージが。そう、とろろもだってあれじゃないですか、うん、女はビニール袋、うん、男はうつくなみたいな。それでね、切れたね。あれやばいですね。なんか男の子はね、トイレ借りに行ったら、うん、ちゃんとこんな器でくれて。そう、あれふざけてますよね。ビニールでもらって帰ってきて超怒ってんのね。怒りますよ、そんなビニール袋ですよ、普通のそのスーパーにあるような。ひどい。記憶飛んだことってあるって。なくはないけど、うん、でもそんなやらかしたこともないです。私ね、やらかすからね。やらかしそうですね。見知らぬ天井とか。あ、それやばいっすね。やばいっす。あります。ぶっちゃけあります。ないな、私。ある。まずいと思って、でもそのうち多分そのまま車に轢かれて死ぬかなと思ってて私も昔、うん、相当飲んだ時に、うん、もう致死量多分飲んでたんですよ。その時にもうベロベロになりすぎて、うん、まずその飲んでた店のバーでもう吐きまくって、でその後まあ一緒にいた男の人にホテル連れて帰ったんですよ。だけどただそこで私超強気で、あのやっぱ手出そうとしてくるじゃないですか男の人、うんうん、だからマジで触らないで吐くか気持ち悪いから吐くこともめっちゃなんか怒って吐くかとか言って。えで大丈夫だったの？あ、大丈夫でした。うお、紳士。もう本当に無理って言って、もう超キレましたもん、うん。もうなんかでも手出されたら吐いてやればいいんだよ顔に。ああ、どんどん吐いてやればいい。それありですね、うん、でも出しすぎてもう出なかったんですよね。おえつだけもうやばいみたいな。あれはもう死にそうでした。大阪での話。おえたにえんだ。おえたにえん、おえたにえんだ。でも最近ね、私ね、うん、飲んで飲みまくって起きて、うん、起きてご飯を食べるじゃないですか。はいはい、大丈夫だなと思って食べたら、必ず1時間後にまた酔いがバーンって回ってきて、じゃって。あ、でも一回寝て起きた時にその来るパターンありますよ。あるよね。あればもうしょっちゅうあります。ね、寝ゲロとかしたことある？寝ゲロはないですね。されたことならありますけど。されたことあるの？友達が遊びに来てる時、私のあのゴミ箱を取ろうとしてたんですよ、うん、でもゴミ箱のその下に私のバッグがあって、開いたのバッグなんか全部うえぇー最悪でしたね。あ、やだやだ、絶対やだ。私ね、この間ね、はい、写真の仕事がありまして、おう、はいはい、酔っ払ってずっと酔っ払って、はい、朝昼近くまで飲んでしまって、うん、そのまま昼過ぎから撮影があったんですよ、夕方かな。おう、でまあでもホスト君の潜在撮影だったんだけど、はいはいはい、ほんっとになんか手が震えてて、まずアルコール摂取しすぎでアルチューみたいになってんすで、逆になんか、まあ結構撮ったことある男の子たちだったからよかったんですけど、うん、どうしましたみたいな。で、ほら私こんなような風貌してるからさ、あ、はいはい、やっぱりゴッホドラッグかっていうような感じで思われるの嫌だから酔ってるんだよっていうのを先に言っといたら、じゃあまあ、あるあるみたいな感じでお水とかも買ってくれて、ああ優しいですね。うん、で手震えるから三脚立てて押す、うん、押すだけみたいにして、したらね、もうなんかうって来ちゃって、うん、
って走ってって、開けて、ドア開けた瞬間にバーってやって、うわー来ましたね。やらかしたと思ってさ、うん、でもその撮影の人たちがホスト君だから、うん、よかった。結果何ですか？報告。あ、アイドルのさ、はいはい、この撮影でそれやったら多分、あ、そうですね、アウトですね。アウトだったんだろうなと思って。多分その子だったら、うん、あの手震えて何事かと思います。想像すらできないと思いますよ。いやでもあれだよ、歌舞伎町っていうとこ拠点にしてて、うん、やっぱこんな髪型してたら、もうそういうのだと思われちゃうから。ああ、なった。なった。危ないっすね。気をつけてください。はい。でも飲み出すと止まらなくない？あー、止まらないですね。でしょ？でも私も昨日結構飲んでたんですよ。あ、昨日飲んでたの？昨日飲みに行ってて、うん、でまあ営業中からも飲んでたんですけど、うん、全然酔わなかったです。結局最後眠気に勝てず帰って、でもお風呂入ったら目覚めちゃってなんか 3,4 時間しか寝れないって書いてある。そう、最近もほんとそれくらいしか寝れないんですよ。ね。ね、そうね。さあ来週は何しますかね。来週、あ、そうだ、来週次、あ、11月の第1水曜日、はい、何しましょうね。何しよう。これでもちょっとグダグダトークもいいけど、なんか考えないとまずい気がしてきた。ほんとですよね。何か、なんかゲームする？ゲームゲームか。ゲーム、何ゲームします？何ゲームする？なんかやりたいの。なんかわかんないけど、うーん、Mゲストもいいけど。そうですね、ゲスト呼びます？ゲスト呼びたいっすよね。なんか誰かね、恋愛相談、恋愛相談でも、 Mくんの恋愛相談室みたいな。そうですね、恋愛相談あり、うん、誰か出たい人いないですかね。うん、ここスタッフさん、あ、そっちですか。うん、だってここさ、いっぱい出てる人多いじゃない。見てる人じゃないんですね。見てる人じゃなくて、せっかくだったらね、なんか MO ホストみたいな、うん、M ホストくんとか、 M ホスト、ド M のホストくんとかさ、います、いるか、いるっしょ、いますね、いるでしょ。私 M ゲスト、そうですね、うん、M か、うん、MO か、うん、なんかまあ話題になる人がいいですよね、とりあえず。そうね、そうね。なんかちょっと誰か紹介してもらえると、うん、スタッフさん、M ホスを、 M ホスとか、どうですか。あ、OK です。OK 出ました。なんかさ、誰かさ、いじくり倒したくない。で、ムチとか持ってくるやつ、うん、ムチとか縄とかさ、今日あれですよね。あ、今ないですね、今日持ってきてない。あ、さっき、あ、失敗、あのクジャクの超でかい、そう、忘れた、あれ、なん、センスですか、センス。あとでツイッター載せよう、載せましょう、うん、M ホスいいじゃん。M ホスいいっすね、うん、絶対ね、1店舗に1人はいると思う。うん、1店舗に1人結構多いっすよ。いや、まあでもいそうですよ。いるよ絶対、だって全員が S なわけがない。だってうちらみたいな女の子もいるわけだから。確かに、うん、それ見てどんな反応すればいいってきたんですけど、え、それ見てどんな反応すればいいってきたんですけど、いや、叩き直すのうちらは。まあこういう人間もいるんだよってあれですよね、うんうんうん、一つの喋れる面白いやつがいいよね。うん、うん、なんかゲスト呼ぶか、とりあえず。そうですね、とりあえずなんか誰かしら何でも、うん、M ホスでもいいし、うん、話題性のある、うん、話題性面白みの作れるようなゲストさんを呼ぼうかな。なんかちょいちょい、あとさ、知り合いのバーの人とか呼んでも面白い。あ、それもそうです ね, ね、ちょっとコラボって、うん、ありですね。バーの人いっぱい、でも知り合いそうか。いっぱいではないけどいますね。うん、全然出てくれそうな人は、うん、います。いなって言っちゃう。ろうそくやってほしいって来てますけど。ろうそくもやるやる。できるんですか？あ、持ってるよ、低温のろうそく。いっぱい家にある。すごい。
あれにしようよ。それでその M の人の相談室みたいなやって、うん、あのアウトデラックスみたいな感じでアウトっつって、はい、ロンソクやばい、それやばいっすよ。やる面白そう。で金箔もやろう。あ、できるんですもんね。簡単なのだった。すごい。できないんですよ私。やりましょう、講座やりましょう。ここで講座みたい、うん、いやすごい。2人の知り合いとか絶対面白い、うん、私もそれ目につきました。面白いですかね。面白いかね、うん、面白いやつ。意外と普通な人、あーでも面白い人いますね全然、うん、谷園さん呼びます最初。谷園さん意外とシャイですよ。なんか緊張して緊張しちゃいそうじゃない。意外となんか、うん、シャイな気がするそうですね、日が合えばね、うちの従業員とか呼びたいんですけどね、うんうんうん、合わないんですよね、日がなかなか。そうね、うん、まあ、ちょっとゲストさん呼ぶ方向にしましょう。そうですね、ちょっといろいろ相談をして考えておきます、うん、コラボ縛り講座お願いしたいですって来てるんですけど。やるやる。でも簡単なのしかできないですけど、うん、数分でできる。そう、でもガチの金箔師さんも知り合いいるんで。あ、すごい。呼んでこようと思えば。すごい、うん、それほどくのとか時間かかります。ガチの人のガチのなんていうの、すごいちゃんとした縛りは時間かかります。あ、私みたいな、なんかそのお笑いショーとかで簡単にやるの、なんかちょっと絵的に私やられようかなとか思ったんですけど。いいの、フェイスなので縛られちゃっていいの、大丈夫。まあ何もされなければ痛いことなければじゃあちょっと来週、次はちょっとちゃんとしてるよね。次は何か考えておきます、もうグダグダに。おそらくそれ絶対見る、うん、SM を取り入れていきましょう。そうですね、うん、取り入れたいです。はい、30秒前でした。30秒前か。じゃあまあグダグダ終わりましょうか。はい本当にグダグダでした。本当グダグダあ、でこれ今日ほらほらピエロで朝まで。あ、そうだ、営業中です。待ってます、うん、ぜひ。ちょっと割引と、なんかいいことあるよ。いいことが、なんかサービス多分あるよバイバーイ。じゃあまた、ペロペロ後でトリックアトリート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。